最新の円盤売上ランキング教えます。というわけで今回は2023年アニメの円盤売上をランキング形式で紹介していきたいと思います。今回の動画では去年2023年のアニメの中で一体どの作品が円盤売上を伸ばしたか、こちら皆さんと一緒に振り返っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると幸いです。この動画は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編です。まずはこちらの作品、呪術廻戦第2期。こちら海玉屈折の方が初動円盤売上約 2.6 万枚、2023年アニメの中でダントツで爆売れの結果となっています。ちなみに渋谷事変の方は初動円盤売上約 1.1 万枚でした。この数値は2023年秋アニメの中で一番円盤が売れているその数値で唯一1万枚超えとなっていました。いや呪術廻戦相当すごくて、こちら第1期の初動円盤に上げ約 2.2 万枚を第2期は超えているということ、そして去年2023年アニメの中で一番売れている数値というところで、いやなかなかすごいですよねこれは。ちなみに大豊作あった2022年の円盤派遣作品と隠していくと、リコイセルコイル初動円盤売上約 2.3 万枚で、それ以降は3万枚、ボッツァロック初動円盤売上約 1.7 万枚で、それ以降は2.6 万枚。この数値は近年の中でも相当すごいんですが、それを呪術廻戦が超えてきたというところで、いやこれはさすがジャンプの看板作品といったところでしょうか。いやなかなかすごい数値となりました。続きましてこちらのスキン、鬼滅の刃。こちら円盤売上約 1.5 万枚ということで、いやさすが鬼滅の刃ですね。今回のシリーズも相当面白かったですし、原作もありえないくらい売ってるんで、いやこれは来期の続編もねすごく期待です。続きましてこちらのスキン、二重アニメーション。円盤売上約1万枚。こちら2023年冬アニメの円盤派遣というところで、いやこれはさすが虹学パワーといったところでしょうか。虹学のアニメなんで売れる可能性はねかなりありましたけど、正直なところショートアニメだったんで、そこまで売れるとはあまり思ってなかったんですよね。なのでこれは個人的にもね衝撃の結果でしたね。続きましてこちらのスキン、推しの子。円盤売上約9000枚。いや推しの子に関しては原作も売れて円盤も売れて配信人気も高くて海外人気も強かったということで、これは2023年春アニメの新作の中だと完全に無双状態でしたし、去年のアニメの中でも相当爪痕を残した、そんな作品ですよね。こちら第2期は今年放送というところで、おそらく夏か秋になりますが、こちらね超楽しみです。続きましてこちらのスキン、現実の羽根。円盤売上約9000枚。現実の羽根円盤売上が約9000枚超えということで、現状去年の夏アニメの中と2番目の売上なんですが、いやラブライブシリーズは1万枚超えがね当たり前みたいなところがあるんで、まあ、スピンオフ作品という理由もねあると思いますが、1万枚割るっていうのはねかなり売れてない方かなとは思いました。まあ、ただ最近の円盤売上の中で9000枚超えっていうのはそもそもすごいんで、売上の数値としてはかなりねランキング上位となっています。続きましてこちらのスキン、早々のフリーレン。円盤売上約6000枚。いや早々のフリーレンは正直ねもう少し売れるかなと思っていたんで、いや予想より下回ってきたのかなという印象でした。まあ、ただ原作の方も売れていますし、まあ、配信の方もしっかりとね視聴数取れてると思うんで、まあ、総合的な売上とか人気で見ると、まあ、かなりね上位の作品になってくるんじゃないかなと個人的には思いました。まあ、ただ円盤に関してもねもっと売れてもいい、まあ、そんな作品なんで、まあ、正直これは予想外でしたね。続きましてこちらのスキン、お兄ちゃんおしまい。円盤売上約6000枚。鬼舞約6000枚の売上ということで、いや鬼舞相当売れましたね。アニメーション制作会社スタジオバインドの代表作無職転生が4000枚からね5000枚の売り上げだったんで、それをお兄ちゃんはおしまいが抜いてしまう結果になりました。いやこれはすごすぎる。鬼舞に関しては続編ほぼ確定だと思うんで、まあ、これはね今後は楽しみな作品かなと期待してます。続きましてこちらのスキン、機動戦士ガンダム水星の魔女。円盤売上約5000枚。同じく円盤売上5000枚、スパイファミリーシーズン2。この2作品に関しては、まあ、妥当な数値とも言えますが、まあ、正直なところ5000枚以上、なんなら6000枚7000枚売れてても全然おかしくないレベルの作品なんで、まあ、ただ5000枚のラインはねクリアしてるというところで、まあ、個人的にはこれくらい売れててね当たり前かなとは思います。まあ、特にスパイファミリーなんかに関しては原作もね相当売れてる作品なんで、まあ、本当に1万枚超えとかもね狙えるような作品かなとは思っていましたが、まあ、2期でもこれくらい売れてるっていうのはなかなかすごい方かなと個人的には思います。続きましてこちらのスキン、クセラにてること。円盤売上約4500枚。同じく約4500枚、アイドルマスターシンデレラガーズ U149。 大人用天様にいつの間にかダメ人間されてた件、クセラにてることも正直もう少しね売れると思っていたんで、いやこれもね予想より下回ってきたのかなという印象でした。まあ、正直クセラに関しては男性人気だけじゃなく女性人気も強い作品なんで、まあ、もっと円盤売れるんじゃないかなと予想していましたが、これもかなり予想外の結果でした。まあ、ただね原作の方は爆売れ状態なんで、まあ、正直原作ライトノベルの作品としてもここ最近の中でかなり売れた、まあ、そんな作品だったんで、まあ、総合的に見れば大成功のアニメ化といったところでしょうか。大人天様に関しては、まあ、かなり円盤売れた方かなと思います。まあ、この作品国内外問わず大人気の作品で、原作の方も相当売れた作品なんで、まあ、これは続編2期も決まっているということで、まあ、今後はすごく楽しみです。続きましてこちらのスキン、ゴールデンカムイ第4期。円盤売上約4000枚。同じく約4000枚、パラドックスライブ、ヒプノシスマイク。まあ、これらに関してですが、パラドックスライブとヒプノシスマイク女性人気がかなり強い作品ということで、まあ、円盤かなり売れたんじゃないかなと思います。まあ、あと
ゴールデンカムイに関しても大人気タイトルなんで、第4期も安定の売り上げとなっています。ゴールデンカムイは最終章がね、もう決まってるんで、いや、こちら放送が楽しみです。続きまして、こちらの作品。僕の心のヤバいやつ。エンバーラゲ約3000枚。同じく約3000枚。無職転生第2期。影の実力者にやりたくて。セカンドシーズン。いや、無職転生第2期に関しては、1期はね、4000枚から5000枚くらいだったんで、まあ、どの作品もね、第1期よりも円盤が売れないっていうのは当たり前ではありますが、まあ、3000枚の結果となりました。いや、正直、無職転生2期に関しては、もっと売れてもいいくらいなんですけどね。まあ、こちらに関しては、来期春クールの第2期第2クールがめちゃくちゃ面白い内容なんで、超期待しています。影の実力者に関しては、1期も約3000枚の売り上げだったんで、まあ、この結果予想通りといったところでしょうか。まあ、かなり手堅い結果となりましたが、まあ、個人的にはね、もっと売れてもいいでしょこれは。いや、原作もアニメ化効果で相当売れてますし、まあ、劇場版も決定したそんな超人気作なんで、いやー、これに関してはもっと円盤売れてもおかしくないんじゃないかなと、まあ、正直お世辞抜きで思いますね。まあ、影実に関してはね、めちゃくちゃ好きな作品なんで、今後も超期待してるそんな作品です。続きまして、こちらの作品。転生王女と天才霊嬢の魔法革命。円盤売上約2000枚。同じく約2000枚。私の幸せな結婚。堀宮ピース。転生王女約2000枚ということで、いや、これに関してもですね、もっと売れてもいいでしょ、これは。いや、転生王女に関しては、去年冬クールの中でも、個人的にかなり好きな作品だったんで、いや、正直2000枚で収まっていい作品じゃないなと、個人的には思っていますが、まあ、こちら円盤の方が上下巻なんで、まあ、この売り上げであればね、全然売れてる方かなとは思いました。まあ、これはぜひともね、第2期続編を期待したいですね。原作ストックもありますし、ここからまたね、面白くなっていくんで、ぜひとも続編が見たい、そんな作品です。ワタコに関しては第2期続編も決まってますし、まあ、妥当な売り上げかなと思いました。まあ、ただ2000枚というところで、まあ、正直3000枚とか4000枚、なんなら5000枚売れてもおかしくない作品なんで、まあ、ワタコに関してもね、もうちょっと売れてもいいんじゃないかなと、個人的には思います。ホリミアピースも約2000枚ということで、こちら前作で行かなかった原作の人気のエピソードを新作アニメとして去年夏に放送されたというところで、こちら正直ホリミアファンとしてはめちゃくちゃいいアニメ化でした。ホリミアといえば高校生のキラキラ輝く青春とドキドキは甘酸っぱい、そんな恋愛模様が中心に描かれる作品で、いや、このホリミアのキャラクターの日常っていうのが鮮やかに変わっていく、その日々が変えていく、この青春要素がとてつもなく魅力的でした。いや、ホリミアに関してはもう本当に文句のないアニメ化だったんで、いや、めちゃくちゃ大満足でしたね。というわけで以上が2023年アニメの円盤売上を紹介してきました。まあ、円盤売上に関しては皆さんもご存知かなと思いますが、今はね、配信の時代ということもあって、円盤の数値っていうのは昔よりね、かなり変わっているんじゃないかなと思います。今だと基準としては5000枚いけばかなりいい感じで、1万枚超えは相当すごいといった感じでしたが、売り先に関しては今でもしっかり取れるんで、まあ、参考の数値的には、今の配信の時代としては1万枚超えは社会現象クラス、5000枚超えは今でも1万枚超えクラスの凄さだと思います。そして3000枚に関しては今の時代の5000枚超えクラスと思ってください。まあ、数千枚売れてる作品に関してはそこそこ売れてる、まあ、そんなレベルの作品ですね。なので、そもそも今回紹介した作品はどれも売れてる作品と認識してもいいかなと思います。まあ、正直続編もね、期待していいレベルの作品というか、まあ、もうすでにね、2期続編が決まってる作品がかなり多いんで、まあ、なかなか売り上げの指標としても、まあ、素晴らしい評価を上げてる作品となってます。まあ、あと今回紹介してる作品でまだ円盤数値は出てない作品で言うと、ウマ娘とバンドリッツマイゴー、こちらに関しては円盤どれくらい伸びるのか、まあ、正直期待していますし気になってます。というわけで今回の動画は以上となりました。皆さんの感想や意見などもコメントで教えてください。この動画はチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。